京急サニーマートは神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目に2019年3月まで存在した3棟からなる京浜急行電鉄株式会社のショッピングモールである。2019年4月からは飲食店を中心としたサニーマートとして1棟のビルが営業。この項目では京浜急行電鉄が運営するかつて存在した京急ハウツについても記述する。 かつて発電が広がっていた泥亀は、横浜市が都市計画事業として、警察署、区役所、約1000個の公務員住宅等、分京地区にすることを計画していた。そこで、京浜急行電鉄の系列会社である、京急工業と日本住宅工団の協力を受けて、一大大型商業施設を建設することを決定。これが、八景団地を兼ね備えた。 京急サニーマートである。京急工業は、地元住民のみを顧客層にせず、横浜市郊外から三浦半島にかけてを証券とし、車での買い物客を狙って駐車場を2カ所設置。ドライブインも設けるなど郊外型ショッピングセンターの性格を持ち合わせたショッピングセンターとすることを決定した。一方で、建物の上の木材橋を公団住宅に、 するために本住宅公団と提携。3棟に623個の住宅が作られることで決定した。横浜市側が、発電の二の247万5000平方メートルを1965年から埋め立て工事を進めており、1967年7月21日に着工、1968年9月に完成し、同年10月に開業した。 総工費は15億円。開業当時は A 棟、B 棟、C 棟からなり、2階の国道16号線側に A 棟から C 棟までを結ぶ幅2.7メートルのペデストリアンデッキも建設された。開業当初のテナント出店数は94。A 棟には、京浜百貨店 B 棟には、投稿ストア C 棟には、 京浜急行直営のドライブインレストランローリエを中核としていた。開業以来、地元住民だけでなく遠方の住民にも親しまれてきた京急サニーマートだったが、この後、同区で競合店が相次いで開業することとなる。まず、1972年に金沢文庫駅前に区内初の GMS 店舗でボーリング場を組み入れたユニ金沢文庫店が、 1991年には、サニーマートと同じ泥亀で、日本製鋼所横浜製作所跡地に、区内最大の店舗面積を誇る、金沢八景プランタンが、さらに、2000年には、農美大駅前に、伊東洋稼働農県大店が開業した。全国有数のスーパーマーケットの激戦区と化した、金沢区で、京急サニーマートは対策を迫られる形となった。 ライフスタイルに対応するべく、1994年1月に全棟閉館し、約38億円をかけてリニューアル工事を行った。棟の名称は館となり、A 館には大型総合ホームセンターの京急ハウツ、B 館には京急ストア、C 館にはフードコートとなった。2018年3月には C 館がリニューアル工事のため閉鎖し、 2019年4月1日、QC 館を飲食店を中心とするサニーマートとしてリニューアルオープン。他方 A 館と B 館は2019年3月18日に営業を終了した。AB 館については解体が予定されているが、後地活用は未定となっている。京急ハウツは DIY 用品を扱う京急ハウツ地域最大級のペットショップ。 ワンハウツで構成されているサニーマートのみの店であった。2019年3月18日に閉店した。なお、その後2019年4月25日に京急ストアの県大店内にホームセンター生活雑貨館ハウツが開店している。常述の通り、競合店が多数出店してきた金沢区でサニーマートと京浜急行が新たに取り組むことになったのは ホームセンター事業だった。ホームセンター事業なら、競合店も同区にはほぼ存在せず、高成長を遂げている業態であったため、着目された。投資額は10億円。これは、京浜急行の会社本体が、小売業に取り組む、初のケースともなった。ノウハウの蓄積次第で1996年にも、他地域で2号店の開店も予定していた。2002年には、 京浜急行電鉄本体から HC 事業を分離し、新たに株式会社京急ハウツを設立した。一部地域のみ出張サービス、お助け、ハウツマンを行っている。2005年7月には大手ドラッグストアチェーンの松本清と FC 契約を結ぶ役割を果たし、同年8月24日に A 館に松本清を開業した。なお、 松本清志の FC1 号店は当店である。京浜急行バス、横浜市営バスの金沢区総合庁舎前が最寄りとなる。ただし、発着する本数が少ないので注意が必要である。ありがとうございます。